こんばんは、松下洸平です。今夜のテーマ、まだ今年謝れてないことということで、まあ、いっぱいあるんですけど、僕割と最近髪が短くてですね、もちろん美容師さんとかスタッフさんに切っていただいてるんですけど、ちょっとこの辺がね、ちょっと長いなって最近思ったことがあって、ここだけ切りにちょっと美容院行くのはちょっと、まあ、美容師さんにも申し訳ないなと思って、ちょっと試しに自分で少しだけ切ってみたんですよね。さあ、今大丈夫なんですよ。ここがねパックリなんか薄くなってしまって、実は舞台中、ドラマの中、ここ黒いペンで書いてました。まだ言えてなかったです。この場を借りて謝らせていただきます。すいませんでした。今夜ミュージックステーション、僕初登場で、非常に緊張しているんですけれども、一生懸命精一杯パフォーマンスしますので、ぜひご覧になってください。よろしくお願いします。